新型コロナウイルスが世界を席巻して3年、ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経とうとしております。疫病と戦争という2つの大きな危機により、戦後の経済成長を支えてきたグローバル化、そして法の支配の下での国際秩序が揺らいでおります。生産性改革はまさに官民挙げて取り組むべき最重要課題であります。今こそ成長と分配の好循環を実現するために、労使が協力して生産性向上に取り組むべきであります。我が国は様々な課題が累積し重層化しておりまして、これをどのような形で解決し取り組むかということについて、令和臨調というものを作り検討を重ねているところでございますが、どこをターゲットにすれば全体が動き出すのか、社会のダイナミズムが改革に向けて動き出すためには何をキーとして狙えばいいのか、可能な限り周知を集め検討をしている最中でございます。現在コロナ禍、物価高、円安の三重苦によって生活が苦しいと感じる人が大勢います。国民の生活を救うためにはこの2023年はとにかく賃上げ賃上げ賃上げが必要だというふうに認識をしております。政労使が協力して反転攻勢の1年にしなければならないという認識を持ってございます。またあらゆる取り組みにジェンダー平等の視点を取り入れ、さまざまな人々が自分らしく生き、そして活躍できるような大きな日本を作っていくことが必要だというふうに思っております。まあ、昨年来の許しがたい暴挙というものは日本の在り方についても大きな教訓を与えてくれていると思います。日本は価値観をことにする難しい国々に囲まれております。したがってより自律的にこの国を守るために防衛力の強化は当然ですが、落ち込んでいる国力を回復するために社員の賃上げはもちろんのこと、やはり若手の研究者に対して機会を与え新しい地平を切り開いてもらうために、人への投資を抜本的にやっていただく、そういううさぎ年にしていただきたいと思っております。人類は一旦は克服したと思われました戦争、疫病、それに飢餓、今まさに苦しめられていると、こういう人類存亡の危機という捉え方をして、国家も個人もどう対処すべきかを問われているという時代ではないかと思います。適度なインフレ状況への変換の最後のチャンスとして賃金の上昇が必須であると考えます。グローバルな状況を的確正確に把握しつつ、政労使産官学労金のアジャイルな強固なコラボレーションが大いなる課題であると思います。本年度の課題というところで申し上げれば、やはり労働組合の立場としては賃上げということになるわけですが、もちろん物価上昇があるから賃上げということだけではなくて、この日本のこの生産性をいかにして高めていくのかということにも賃上げが寄与していくのだと、賃上げがさらにこの生産性向上を後押しするような形でですね、しっかり労使協議をして生産性向上と賃上げが共に進んでいく、そのような一年にしたいと思っております。生産性を上昇させて賃金を上げるという道筋をつけられるかどうかが今年の大きな課題だと考えています。私が担当いたしますイノベーション会議では、今年度は人材を生かす賃金制度とをテーマにしております。政策においても人への投資が重点課題です。新技術に合わせたスキルアップを行い、合わせて労働市場改革を行うことで円滑な労働移動を実現し、そして本格的に生産性を上げていくと、これが今年の課題だと考えています。日本の生産性は時間あたりで、27位、一人当たりだと29位、びっくりしました。ちょっとショックだったということです。サービス業の生産性向上が急務でございます。特にサービス業においては品質の向上が生産の向上に直結すると私は考えています。経営陣は謙虚に賃上げの目的を同じくする企業内労働組合の幹部に対し品質向上への協力を要請すべきだというふうに考えています。
少子化問題について大変なる危機意識を持っております。社会保障のみならず国家の存立そのものを危うくする問題でありますので、本当に英知を注ぎ込んで取り組む必要があるというふうに思います。しっかりとした予算を確保した上で、あえて言えば10年15年は効果は出ないんですが、最優先でやり続けるという覚悟と実際の実行が必要になってくると、こんなふうに思います。以上です。私ども日本生産性本部は2021年4月第2次中期運動目標を発表いたしました。その中期運動目標の最終年度となる本年は、持続可能な経済社会の構築に向けた実践活動を一段と加速させる改革実践の1年といたします。